1994年世界フィギュアスケート選手権は1994年3月20日から3月27日まで日本の千葉市で開催されたフィギュアスケートの世界選手権。男女シングルでは2組に分かれ予選が行われ予選の各組上位12人がテクニカルプログラム及びフリースケーティングへ進んだ。ペアではテクニカルプログラム後上位24組のみがフリースケーティングへ アイスダンスではオリジナルダンス後の上位24組及び開催国日本の選手がフリーダンスへ進んだ。リレハンメルオリンピック直後ということもあり、リレハンメル五輪のメダリストの約半数が欠場した。アイスダンスの今大会及びリレハンメル五輪の金メダリスト組は演技中に転倒し優勝を逃している。また唯一リレハンメルのメダリストが揃った。 男子シングルでは2位に入ったフィリップ・キャンデロロが今シーズンは試合が多すぎて疲れていると述べていた。女子シングルではリルハンメルゴリンで5位入賞と惜しくもメダルを逃した日本代表の佐藤由加がチャンピオンに輝き伊藤緑に次ぐ日本人2人目の世界選手権の金メダリストとなる。なおテクニカルプログラム及びフリースケーティングともに優勝の佐藤とは 金差で2位だったスルヤ・ボナリーがフリー演技後の表彰式では表彰台になかなか登らず銀メダル14後もその銀メダルを首にかけず悔し涙を浮かべるなど採点と審判団に対する抗議を表した後日このことについてフランス表情競技連盟は国際スケート連盟及び運営に当たった日本スケート連盟に対して陳謝した以前はユーゴスラビア後に クロアチア代表、クロアチア紛争中でこの時は国際スケート連盟推薦として出場した。ありがとうございます。